どうも、ケンタさんです。久々にカメラの前で喋りました。めっちゃ久々。皆さんお元気でしたか？本当にね。まあ、ご存知の方もいるかもしれませんが、YouTube Next Up 2016に行ってました。とてもとても、せわしくしており、なかなか動画を出せませんでしたね。バイクロアのね、車載レース映像とか出してね、場をしのごうとしたものの大失敗。はい、2、3週間ぐらい多分動画まともに出してなかったんかな。多分ね、今まででこんなに遅れたの、遅れたってか出せてないの初かもしれん。まあ無事に終わりました。いろいろ始めてながらネクストアップでちょっと作品作ってみました。今回ね、ドローンを使ったね、撮影でございますよ。もっとね、ドローンをがっつり使いたかったんですけども、まあ初めてだったんでね、まあ今度ね、休みの日を利用してちょっとドローン極めていこうかなと思っております。動画を出してない間にいろいろとね、紹介してないものが山ほどあってね、例えばねほら、わかりますでしょうか。僕が作ったあの自作のスタンドが消えてるのがお分かりでしょうか。僕が無理にペダルをこうガッシャンやったせいでですね、一個大破してしまいましてですね。で、まあどうせならね、もう末永く使うし、ちょっとちゃんとしたの買おうかなと。やっぱ木っていうのはね、やっぱ劣化しちゃうと、あんまりこう雑に使うとすぐこうバキってなっちゃうんですよね。折れちゃったりするんで、まあミノーラのね、置き型のスタンド買いましたよ。よいしょ。ぐーっとこんな感じのやつを買いました。これもね、適当に紹介しようと思っておりますけども。あとはね、そうだな、やっぱね、社会人でサラリーマンやってるとなかなか時間がないと。まあ夜走ろうにもなかなかね、遅くなっちゃって走りづらいので、ローラー台もね、実は結構前に買ってたりとかね、いろいろとこう皆さんに紹介してないものがね、たくさんあるんですよ。あとね、ほら皆さんに勧められたメッセンジャー、あとこれクイックシルバー、こういうのもね、実は買ってます。まだ全然見えてないんですけどね。まあとりあえずね、ケンタさん、復活してますと。復活しました。まあようやくちょっとだけ落ち着いたと。でもまたまたね、あれやこれやと最近またこういろんな話が転がり込んできてね、まあね、今後どうしようかなっていう感じなんですけども、まあ、今後ともよろしくお願いしますと。まだね、僕の作品見てない方はぜひね、見てみてくださいね。他にもね、YouTube Next Up のメンバーのみんな相当クオリティの高い動画ばっか作ってるんで、ぜひね、見てみてください。久々のカメラの前で喋る動画でした。もうね、とにかくこれをやりたかったんですよ。カメラの前でおしゃべりをするっていうことをしたくて、何のこう話すネタも考えず動画を撮ってあります。本当にね、ガーミンのエッジ線もそうですし、バックもそうだし、なんかいろいろとやらなくちゃいけないことがいっぱいあるんですけども、まあちょっとね、無理なくマイペースにちょっと私はやっていこうと思います。まあそんな感じで、まあ今後ともケンタさんをよろしくお願いいたします。次上げる動画はね、多分ね、旅行動画になっちゃうかな。福岡行ったんですよ。福岡に行ったんです。あ、そうだ、オフ会なんですけども、いいアイデアが浮かんだんですよ。やります、オフ会デイキャンプ。詳細はね、またね、またちょっとしたら発表しようかなと思っております。イエイ。ということで、楽しみにしててください。明日仕事、今1時43分、早く寝ないと、早く寝ないとやばい。